ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代の、懐かしいパソコン、ファミコン雑誌の栄枯盛衰期について、全2回に分けて紹介させていただきます。コピン公式ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。第2回目は、これも懐かしい1980年代の、ファミコン雑誌についてご案内させていただきます。ゲームの主流が、パソコンからファミコンに移った、1980年代初め。相次いでファミコン雑誌が、創刊され、ファミコンの情報源といえば、やっぱりゲーム雑誌だったよね。子供たちは、ファミコン雑誌の裏技や、レビューのチェックに明け暮れ、なけなしのお小遣いを握りしめ、一冊のファミコン雑誌を、何度も繰り返し読み返していた、そんな時代であった。ということで、1980年代に流石を極めたファミコン雑誌を、ご紹介します。創刊ラッシュだった、1985年から1986年のファミコン専門誌。1983年にファミコンが、発売されると、今までの主なゲーム市場であった、アーケードゲームとパソコンゲーム以外に、新たな家庭用ゲームという巨大な市場が、誕生することになるんだ。この頃のゲーム雑誌としては、アスキーのログイン、徳間書店のテクノポリス、角川書店のコンブテイクなどが、発売されていたんだ。だけど、この頃のゲーム雑誌の紙面の、メインは、パソコンゲームであり、家庭用ゲーム機のファミコンは、一部の記事で紹介されている程度だったんだ。翌年1984年には、パソコン雑誌のビープで、ファミコンの特集が組まれるようになったんだけど、まだパソコンゲームと並ぶ企画の、一つという扱いだったんだ。ファミコンの専門誌は、ならなかったんだね。そんなファミコンが発売されてから、2年後の1985年7月に、日本初のファミコン専門誌として、徳間書店からファミリーコンピュータマガジンが、創刊されるんだ。おお、ファミマが。翌年1986年には、現在の宝島社からファミコン必勝本、角川書店から丸小ファミコン、アスキーからファミコン通信が、創刊され、ここにいわゆる4大ファミコン雑誌が、誕生するんだ。コピンは、ファミリーコンピュータマガジンとファミコン通信を、よく愛読していたよ。この4大ファミコン雑誌が、誕生した、1985年から1986年は、任天堂のスーパーマリオが、大ヒットし熱狂的なファミコンブームがやってきた頃で、当然出版社も、このファミコンブームの波に、乗り遅れまいと、ファミコン専門雑誌の創刊ラッシュが巻き起こることに。そして、4大ファミコン雑誌以外にも、たくさんのファミコン専門誌が、誕生するんだよ。1985年12月には、アングラな紙面作りで人気の、マガジンボックスのゲームボーイが、登場し、翌年の1986年3月には、ハイスコアメディア社のハイスコア。同年4月には、学研のファミコントップや、7月には秋田書店からファミコンチャンピオンなど、数々のファミコン雑誌が、創刊されやがて淘汰されていくんだ。ファミコンの4大雑誌とは、ここで、ファミコンブーム時代に、最も人気のあった、4大ファミコン雑誌について、ご紹介させていただきます。まず最初は、最も売れたファミコン雑誌、徳間書店のファミリーコンピュータマガジン、通称、ファミマガから。ファミマガは、任天堂が発売するゲームソフトの、説明書の編集を手掛けるといったコネを、強みとして、その情報力を活かした企画で、支持を得ることになるんだ。攻略記事も充実していて、全盛期ではほぼ毎号ごとに、攻略本の別冊付録が、ついていたよ。ファミコン雑誌の定番といえば、このファミリーコンピュータマガジンだったよね。ファミマガの最大のライバルだった、アスキーのファミコン通信、通称、ファミ通。パソコン情報誌の人気雑誌である、アスキーを出版するアスキーが、ファミコン専門雑誌に参入することに、それがファミコン通信だよ。この雑誌の始まりは、1986年6月に、ログインの1コーナーとして、人気があった企画が独立する形で、創刊されたんだ。今や様々な商品比較企画であるクロスレビューは、ファミ通の1986年10月号より開始された記事が、大元なんだ。確かこのクロスレビューは、4人の編集者がレビューアーとして、ゲームソフトをプレイし、計100点満点で採点するコーナーだったよね。当時は影響力がとても、強くて、このクロスレビューの採点によって、脚光を浴びた新作ゲームも少なくなかったんだ。ファミコン通信は、1991年7月より週刊誌となります。ネット情報もない時代、子供たちは、限られたお小遣いで地雷であるクソゲーを、踏まないように、レビューアーをくまなくチェックしてから、ゲームソフトをゲットするため、団長の思いでおもちゃ屋に、走っていった頃だよね。それでも結構、地雷を踏んだけどね。次に紹介するのは、宝島社のファミコン必勝本、通称ファミ賞。ファミコン必勝本は、オールカラーの紙面と250円という低価格が、特徴だったんだ。前身は、別冊の宝島シリーズで刊行された、ファミリーコンピュータ必勝本というムック本だったんだ。他社から刊行されていた同種の、攻略本より、高い年齢層を想定した紙面構成が、話題になり、1986年3月8日に、月刊誌ファミコン必勝本として、正式に創刊されることになるんだ。半年後の1986年9月には、月2回刊行へ移行したよ。4大ファミコン雑誌の最後は、角川書店の丸小ファミコン、通称、丸小。丸小ファミコンは、1986年4月に、人気パソコンゲーム雑誌だった、コンプテイクの1コーナーから分離する形で、
創刊されたんだ。創刊当時は、トップシェアだったファミリーコンピュータマガジンと、同じ月に買いで刊行されていたよ。マルショーでは、1987年から連載が、始まった、ノウニョウ戦記、なかなか大ヒットしたよね。ブームの終わりと、ファミコン専門誌の衰退。そんな、ファミコンユーザーを沸かしてくれた、ファミコン雑誌だったけれど、ファミコンブームが収束し始める、1980年代後半から勢いを、失っていくんだ。1988年のドラクエ3ブーム以降かな、ファミコンブームは終わってしまうものね。1980年代末頃になると、ゲームユーザーの関心は、ファミコンから新機種のゲーム機に、移っていくことに。1990年代になると、スーパーファミコンや、セガサターン、プレイステーションなどが発売されるようになるもんね。ファミコン雑誌も、次世代ゲーム機に対応するか、休刊や廃刊に追い込まれることになるんだ。そんな、ファミコン雑誌たちのその後について、ご紹介させていただきます。まず最初は、四大ファミコン雑誌の、徳間書店のファミリーコンピュータマガジンから、日本初の、ファミコン専門誌として創刊されたファミリーコンピュータマガジンは、一時期はファミコンゲーム雑誌の代表格であったんだけど、ファミ通に次第にシェアを奪われていくことになり、後に、任天堂64中心のファミマが64に紙面変更するも、1998年3月発売の合併号をもって休刊してしまうんだ。任天堂ゲーム機とともに、衰退した感じだね。次に、アスキーのファミコン通信。ファミコン通信は、現存する唯一の週刊ゲーム誌だよ。新作情報。広告を中心としたゲーム総合情報誌へと、編集スタイルを移行させ、業界のトップに君臨することになるんだ。ファミ通ブロスや、ファミ通シスターなど様々な姉妹誌を、生んだよね。次に、宝島社のファミコン必勝本。このファミ賞は、他のファミコン雑誌を激しく、批判するなど、攻撃的な編集方針でも、知られた雑誌だね。1990年に入ると、部数が減少してしまい、創刊100号を達成した直後に、月刊総合誌の、ヒッポンスーパーへとリニューアル。その後幾度かの改編後に、1998年5月の合併号を経て休刊したよ。四大ファミコン雑誌の最後は、角川書店のマルショーファミコン。マルショーは、ゲーム攻略以外にも、連載漫画にも多くのファンがいた雑誌だね。1990年11月の、スーパーファミコン発売に伴い、翌年の4月よりマルショースーパーファミコンに、改題し、さらに5年後の1996年には、マルショーゲーム少年へと、リニューアルしたんだけれど、翌1997年に休刊してしまうんだ。ここからは、四大ファミコン雑誌以外のファミコン専門誌の行く末を、ご紹介します。まずは、秋田書店のファミコンチャンピオン。ファミコン以外のソフトにも、注目した、ファミコンチャンピオン。セガ、マーク3や、当時ゲームソフトの新規発売が、少なくなっていた、スーパーカセットビジョンの記事にもかなりの、分量を割いていたのが特徴的だったね。創刊からわずか3年の、1989年8月に休刊するよ。次に紹介するのは、エニックスとの訴訟で知られる、ハイスコアメディア社のハイスコア。1987年3月号で、ドラゴンクエスト2の攻略法を掲載したことで、エニックスによって裁判を起こされたことが話題になった本誌だけど。1990年4月号で休刊になりました。次に紹介するのは、アングラな紙面作りで熱烈なファンも多かった、マガジンボックスのゲームボーイ。ゲームボーイは、他のゲーム雑誌とは違って、アウトローな商品を扱う会社の、広告が多く掲載されていたね。1994年に休刊になってしまうよ。ちなみに、任天堂が発売した同名の、携帯ゲーム機、ゲームボーイとは無関係だよ。学研のファミコントップは、1986年4月に、創刊されるが、売れ行き不況でたったの4号で休刊してしまうんだ。現存する本が少なく希少なゲーム雑誌として、現在、ネットや古本屋で高値で、取引されているよ。同時リアルタイムでこの雑誌を、定期購入していた読者は、相当な通ですね。またこれも学研の、ファミコンベスト。このファミコン雑誌は、ファミコントップ休刊後の1988年に、ムック形式で、6冊刊行されたんだけど、強気な歌い文句の、最強のゲーム情報誌、ファミコントップ。に相反して、即退場した悲運の雑誌。そして最後に、日本ソフトバンクのビープ。ビープは、1984年2月の、創刊当初から家庭用ゲーム機の、話題を大きく取り扱うことで、他のパソコン雑誌との差別化を、図った先駆者的な雑誌だったんだよね。パソコン情報誌としても、人気だったビープなんだけど、2012年に休刊してしまうんだ。惜しまれながら28年の、歴史に幕を下ろすことに。1990年代になると、人気だった4大ファミコン雑誌も、次々と休刊になっていったんだね。そうだね、老舗のマルショーファミコン、ファミコン必勝本、ファミリーコンピュータマガジンなどが、次々に休刊になってしまったからね。ファミコン雑誌で、唯一現在でも発行されているのは、アスキーのファミコン通信だけなんだよね。名前をファミコン通信から、週刊ファミ通に変更して、毎週木曜日に発行されているよ。2019年時点での、発行部数は20万部だそうだよ。ファミコン雑誌の唯一の、生き残りだから、頑張ってほしいよね。まあそんなファミコン時代に、沸かせてくれたファミコン雑誌だけれど、たまに読んでみると当時のファミコンブームの熱が、感じられて、
結構面白く読めるからおすすめだよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。